はい、おはようございます、こんばんは、アイドル追っかけ YouTuber 本命です。はい、ということでですね、ちょっと今ね、何予告動画っていうのをちょっとね見てもらったんですけど、ちょっとねあれちょっと何よくわからないけど、私もね今ちょっと見てっていうことでちょっと見たとこなんですが、あの動画よくわかんないけど、スカイサイクルっていうのはちょっと分かったけどね、ワシューザンハイランドのね、乗り物なんだけど、あれで予告になるの？あれで？どうなんだろうな。分かんないけど。あ、まずね、その、さっきの予告の動画の前に、これは、まあ、予告、まあ、これも予告になるのかな？これも予告になるんだけど、ですね、6月26日土曜日に、ですね、ロゼリラの、新田幸乃さんが HB カフェに、で、歌を歌われます。はい、岡山県岡山市の HB カフェであります。はい、そしてですね、もう一つ、さっきは6月26日土曜日、今度は6月27日日曜日。こちらはですね、新田幸乃さんと瀬田七海さんのユニット、ロゼリラが、はい、11時40分から、岡山県岡山市 HB カフェで、歌を歌われます。はい、っていうお知らせをしておきます。で、これが土日あるんですけど、その前にですね、金曜日ですね。金曜日の動画、まあ、この動画の次の日の動画なんですけど、ロゼリラのね、ワシューザンハイランド編、第3弾がアップされます。はい。ということでね、さっきが、の後、見てもらった動画がちょっと予告っていうことになるんですけども、ちょっとあれなんかよくわからないんだけど、あれだけでどうすんの？ねえ、その紙ちょっと、うん。え？で、結局それ誰が出るか、今の人誰なの？あ、ごめんなさいね、ちょっとね、今日久々ゆうくんがそこにおるんで、はい。ちょっとね、いつもこっち側にね、台本とかカンペが置いてあるんだけど、そっちからもカンペとか台本のあれがあるんで、ちょっと。え？で、今の映ってた人誰？あ、これ従業員の人？うん。で、次の日の動画にこの人映ってんの？え、これどうして映ってないの？え、誰？ちょっと見えない、その紙。ちょっと、はい。ですね。ああ、お客さんも映るのね。まあ、お客さんはまあ、いつものね、まあ、ライブとかでも、だいたい、チラッと映ることがあるけど、これはちょっと、がっつり映りすぎだけど、大丈夫かな？このお客さんは、許可取ってんの？あ、取ってるの？うん、うなずいてるけど、うん。え？メインはそれじゃないの？はは、これを読めばいいの？ですね。まあ、要するに、なぜこういう予告を、どうせこの私が出てるこの動画、誰も見ないでしょ。まあ、見ることは見るけど、あ、タイトルにこれ使うロゼリラって出すの？うん、あ、そう、うん。じゃあ見るかな。まあいいや、とにかくですね、お客さんも映っちゃうけど、お客さんよりもですね、ついにこの人が出るっていうらしいです。この人、誰結局、これ。あ、この人が出るの？へぇ、あ、この人がね、あ、なるほど。この人が出るそうです。あ、ちょっとまだ言えないです。
予告なんで、はい。まあ、明日の動画をちょっと見ていただければなと思います。あの人がついに登場すると。今まで出てないのかな？出てないのか。そりゃそうだよね。出てない。うん。そりゃそうだ。出てないです。はい。ということでですね、ついにあの人が、登場っていうことになります。まあ、さっぱりわからないですよね。この動画じゃね。はい。まあ、あくまでこう予告動画ということで、明日の動画をお楽しみにしてください。はい。ということです。以上です。で、この、明日の動画を見て、見た後は、土日のね、ライブにもし行かれる方があれば、ぜひ行ってみて、生のね、歌声を聞いてください。よろしくお願いします。はい。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。